西和稲田交差点和稲田通りは、東京都千代田区から杉並区に至る道路区間の通称である。東京都道、埼玉県道25号飯田橋石寺新座線の一部と、東京都道438号、向井町新町線の全線から構成される。本校では、杉並区にて和稲田通りから分岐し、練馬区に至る旧和稲田通りについても説明する。 千代田区九段北野田安門交差点から新宿区西和世田、中野区、中野などを経由し、杉並区上井草に至る。起点では安国通りから北西へ進行するが、徐々に西北西に向きを変え、終点では西南西に向けて大梅街道へ接続する。旧和世田通りは途中の杉並区本天沼二丁目交差点から北西へ行き、練馬区石寺以来に至る。 いずれの名称も東京都建設局によって付与されたものである。または世田通りのうち、神楽坂下交差点神楽坂上交差点の区間については新宿区により神楽坂通りの通称も与えられている。新宿区の神楽坂通り区間は午前は東行き、午後は西行きの逆転式一方通行が設定されているほか、旧和セ田通りの終点付近も起点に向かう一方、 通行となっている。和稲田通りという通称はもともと、田安門宝屋街道公典について設定されていた。しかし、1984年に、田安門イグサ八万前に変更されると同時に、この改正で和稲田通りの指定から外れた、小名沼二丁目宝屋街道公典の区間については、旧和稲田通りという通称が設定された。2017年現在、 旧早瀬田通りの通称は富士街道公点までの区間についてのみ設定されており、残りの富士街道公点、宝屋街道公点区間には設定されていない。起点から神楽坂上までは駆動に属する。ありがとうございます。